若干だけ1名が抜け出した、そのような状態、さあどの選手なんでしょうかね。肉眼ではなかなか分かりませんが、どうやらコモのあの後ろがあるところに1名だけ若干抜け出したという状態。さあどの選手でありましょうか。この 1.5km の選手、 1.5km のこのストレート、どうだ。さあそれは急いでください。マトリックスですね。マトリックスが若干だけ走行方にはまだ一人ちゃんといますね。後方が島野。さあ、あ、さあここに来まして、周回賞、そう地元賞がの周回でありました。地元賞周回になりましたね。次完了した時にトップの人が、その地元賞の獲得となります。さあここからは若干ペースがやっぱり上がってくるのかなというようなところ。今肉眼で見える限りでは島野と、あとはフリッツェンでしょうかね、先頭に、トランをしていきました。なお先ほどコントロールラインを通過していった時にですね、その前に、先行して、行っておったのが、マトリックスパータグと、そして島野レーシングの2名ですね。さあ集団は何名でありましょうか。なおマトリックスパータグでは池部壮太、そして島根チームからはキャプテン鈴木優ずる。さあ今年からキャプテンになりまして、様々な思いを持って、見事下北の第1戦クリデリウムではその思いのもと見事優勝してまいりました。今回もクリデレス、どういうレースになるのでありましょうか。なお91名の選手がどうやら先頭集団にいる模様、91名が先頭集団となっている模様。先ほどの周回完了時では5分1秒となっております。4周回完了5周回目となっております。さあ第2コーナーを通過したようであります。第2コーナーを通過した模様、ほとんどもう一つの塊となっているわけでありますが、さあ第2コーナーを通過して下りです。下ります。さあどうやら6名から7名の選手が抜け出しているようですね。第2コーナーこの辺りを下っていきますと、まあ、下り区間ということもありまして、先行しやすい部分も逃げやすい部分もありますが、当然その後方も選手を上げていきますので伝わりやすいかと思いますが、どうやら6名と7名、まあ、6名か7名ぐらいの選手が現在先行している模様。このまま第3コーナーへと突っ込む。この第2コーナーから先行してきました6、7名の選手、またチーム名だったりとか名前とか分かりましたらお伝えしていきたいと思いますが、いずれいたしましても現在トップ集団は91名、その中からどうやら第2コーナーのあたりで6名、7名ぐらいの選手が第2コーナーから抜け出した模様です。さあこのまま逃げるかどうか、さあ下りという区間でもあります。そしてそのままフラットなコース第3コーナー、そして最終コーナーであります第4コーナーへと入っていく形になりますが、さあここで第4コーナーへと入ってきました。さあ第4コーナーに差し掛かってまいりまして、今抜けようとしているところ、この第4コーナーどうやら先ほどまで先行しておりました6、7名の選手も後方のプロトンに吸収されまして一つの塊になった模様です。現在第4コーナーを通過中、先行していきました6名、7名の、集団は逃げの集団に関しましてはどうやら後方のプロトンに、この辺りで吸収された模様、再び一つの塊となりました。そして、集団は91名、先ほどの周回完了時では91名となっておりました。4周回完了、5周回目、現在5周回目オーコース、まもなく見えてくるのではないかな。さあ今コムカーが見えてきましたね。コムカーが今見えてきたところであります。集団であります元とコムカー、先導といたしまして、
その後方には大集団が見えていきます。先ほどまでの情報では91名の集団が先頭、若干6、7名が抜け出したがそれも吸収されまして、第4コーナーからは一つの塊となったという状態。さあ、2回で見ますが、おっと1人抜け出そうとしているか。さあ、ここでこれはポイント賞になりますよね。地元賞であります。地元賞、さあここで地元賞獲得となります。タール泉、住田、ラバネロの戸川大地、設計ナンバー57番、タール泉、住田、ラバネロ、戸川大地が見事この5周回完了時の地元賞を獲得してまいりました。設計ナンバー57番の戸川大地、タール泉、住田、ラバネロ、最後のスプリントをかけてまいりましたね。ラップタイムが大体4分52、3秒といったところであります。さすがにやはりこのポイント周回ということもあります、地元周回ということもありまして、ペースが速い。さあ、現在の状況、5周回を完了いたしまして6周回目に入っていきますが、その集団の数91名から89名へと減っていきました。どんどん減っていきますよ。さあ、これはこの先頭の集団からどんどんちぎれていく選手が出てきて、先頭の集団がどうやら減っていくんだなと。さあ、現在89名となります。住田、ラバネロ、戸川大地、見事地元賞獲得でしたが、第1コーナーと第2コーナーのあたりで、その集団に吸収された模様であります。ここで再び1つの集団となりまして89名の集団で今第2コーナーへと入っていきます。だんだん曇ってきました。ただいま時刻は13時12分、13時12分となっております。回っていってるところ、さあ下りポイントとなりますが、どうやら一列棒状縦に長く伸びている状態、しかし依然一つの塊となっています。変わらず89名の大集団。さあ、第2コーナー回りまして、現在下り区間へと入っています。続々とコントロールラインを通過していきます。さあ、現在なんですが、第4コーナーのあたり、第4コーナーのあたりを通過中であります。第4コーナーを通過しているところでありますが、その中でどうやら4名程度の選手が抜け出していっている模様、現在4名程度の選手が抜け出している模様でありますが、どうやら後方との集団とのタイムギャップは2秒程度、この2秒程度はどうでしょうかね。守備に吸収されてしまう可能性も高いんですが、どうでしょう、全体的にペースをどんどん上げていっているのか。現在5周回を完了いたしまして6周回目に来ているわけなんですが、やはり周回を重ねるごとに、どんどんこの集団の人数が少なくなっていっているというのはすごい印象的なんですが、さあ、4名の人数
競技ではどうやら吸収された模様。先ほどライオンコーナーのあたりで4名の選手が先行している、このような情報が入ってまいりましたが、どうやら、この時点で、この4名の逃げの選手は集団に吸収された模様です。さあ元先頭、そして後方には元コムカーと、ついているわけなんですが、その後方には大集団、先ほどの周回完了時は89名だったわけなんですが、さあここに来まして変わらず89名でありましょうか。さあ見えてまいりました、コントロールラインを押すと結構伸びているんです。これは一列棒状にこう伸びていってるという状態であります。結構先行しております。選手12名の選手が先行している模様ですね。どうやら肉眼で見る限りでは島野、そしてフリッツ、この辺りでしょうかね、そして成島、この辺りが現在先行している模様であります。マトリックスアタックもいるようですね。さあそれでは先頭のこの12名の選手、なんですが、誰がいるのかと言いますと、ナンバー44番の大和田香る鳴島フレンドレーシングチーム、そして、島田レーシングからは阿部隆之、阿部隆です、そして宇都宮ブリッジ店からは3名ですね、若杉篤人、増田成幸、ルビーレッドジャージの増田成幸、そして福原勝、マトリックスアタックからは、前回の経済産業大臣期では見事ビオラジャージを獲得しましたマトリックスアタックのビジャックマリウス、そしてエルドラードからは青木修司、パール泉、住田ラバネロからは藤岡勝馬、注目選手です、そしてマトリックスからは小牧優也もいまして、そして、チーム今日は加納智也、そして鳴島からは桜井元樹という、以上12名が現在先行している模様であります。ラップタイムが4分44秒94ということで、かなりペースも上がってきているようですが、さあこの中で6周回完了、7周回目に現在入っています。現在12名選手が先行、その後方にはわずかなタイムギャップでありますが、集団というそのような構図であります。それぞれのチームには島野、また、ブリッセン、そしてマトリックス、このような主要のチーム、のが2名、3名とついておりますね。さあこれらを含めました12名の選手、今後の展開どうなっていこうか。6周回完了、7周回目、ただいま時刻は1時17分を待っています。3コーナーの中間地点のあたりいるようでありまして、2コーナーと3コーナーの中間地点、このあたりは下る区間が非常に多いという、そんな2コーナーから3コーナーまでだいたい1キロぐらいの距離、そこから第3コーナーはフラットなコース、250メートルのフラットなコースへと行きます。そして、最終コーナーであります第4コーナー、ここは 1.5 キロメートル、それを通過しまして、このフィニッシュライン、またコントロールライン、このあたりへとやってくるわけでありますが、6周回完了いたしまして7周回目となります。先ほどまで先行しておりました12名の選手はどのような状況になっておりますでしょうか。第4コーナーへと差し掛かろうとしているところ、残りあと 1.5km。 さあこの時点で、一つの塊になっているようです、この時点で一つの塊になっているようなんですね。で、その一つの塊なんですが、どうやら非常にこの1列棒状、縦に非常に長く全体的にペースが上がっていくというですね、全体的に、このペースが上がっているようで、1列棒状といった状態。さあ最終コーナー立ち上がりまして、メインストレートへと帰ってきたという状況ですが、
かなりこのメインストーンでは 1.5 キロぐらいで非常に長いのでなかなか見えてきませんでしたが、さあ見えてきました。モト、そしてコムカーという、そしてその後方にはそう、先ほどから何度かご紹介しております、そう大集団です。87名の大集団という状況でしたが、ここでどうなっているのか。やはり周回を重ねるごとにどんどんこの人数が少なくなっていってるというね、そういった印象が非常にありますが、先ほどの周回では先行の10数名が転校してという、そういったこともいろいろありました。さあ、おっと、今見てみるとこれは先行しています、逃げの集団ができています。さあ、先頭集団が2、4、5、7、7名の選手が今先行。さあ、こちらはキャノンデールやシマノ、他にもブリステンやマトリックスパーダグ、ウキョ、まあ、このようなチームがいる状態であります。さあ、これ何名ですか、7名ですね、7名の選手が現在先行しているということになりますが、ゼッケンナンバー221番の長沼孝之バックレーシング、そして第4位シマノレーシング平塚義満、第3位が宇都宮ブリッセン飯野智之、そして第4位がゼッケンナンバー22番のそうマドリックスバーダグ久保木和茂、そして206番島田義明、こちらはチーム宇宙、そしてゼッケンナンバー54番のパール泉住田らまでの、藤岡勝馬、これは素晴らしい、そしてゼッケンナンバー173番の高田優太、キャノンデールスペース0ポイント、以上の7名の選手が現在先行しています。7周回を完了、8周回目。その後方には一人追走でありますエスペランススタジオウェブエン山口の井上無我、こちらが追走トップから3秒差。そしてその後方大集団となりますが、まあ何名ぐらいだったんでしょうかね、全部で、現在86名と、なっているわけなんですが、このメイン集団78名の大集団と、なっていたわけであります。さあ、現在の状況としては7名の選手が先行、そして1名追走、そして78名という状態でありました。そして今第2コーナーを抜けたところなんですが、どうやらこの7名の先頭集団の中から4名の選手が抜け出している模様ですね。さあ、どの選手なんでしょうか。現在第2コーナーを通過した時点で、先ほどコントロールラインで、コントロールラインを通過した時点で7名の選手が先行していましたが、第2コーナーのあたりで4名の選手が先行しました。後続との差というのが8秒程度、後続との差がどうやら8秒程度となります。現在先頭4名、そしてその8秒程度ほど差をつけまして後続、がついているという、まあ、追走のグループですね。先頭の集団の4名先行しております選
手の名前をお伝えしてまいりましょう。ゼッケンナンバーと名前をお伝えしてまいりましょう。